登場されることもないので、ぜひその可愛いネタちゃんをなんかゲットしたいと思います。で、今日は見てた通りオバロードのアリオテールの水着マンションを やってみたで、今日はね、あの公式のものではないなんですけれども、もうある程度な感じでやっぱり似合う水着を考えたら黒い水着チップスの感じで、このちょっとあの真夏っぽいワンピースが 白くてある程度の普通の一緒となんか似合う感じかなって思って、ちょっとあの水着バージョンをちょっとやってみました。今日は私の桃岡様も出るんじゃないかな。ということで、今日はいっぱいで頑張って可愛いメイドちゃんをゲットしたいと思います。レッツゴー。はい、では本気したいなと思います。じゃん、今日も60回でやりたいと思いますので、いきます。可愛い、もう1回でやりたいと思います。まあ、めっちゃいい写真がアルメドとメイドお姉さんね、歌なんですけど、ペラペラまだ出てこないから、もう一回見ていきたいと思います。いきます。いや、まだ何が出たらさ、やっぱり声から出るんですよね。とか、あとは色も結構曲がったりとかするから、なんとなくわかるよね。かわいい子ちゃん、水着せっかくしたなのに。見せないと。あんまたかわいいかも。
ラストに行きたいと思います。出たらいいな。今僕はシャーサムンエレンツよっしゃ。ではでは、うわぁうわぁ、スクロール、スクロールもらった。あれは偉大な、あれだよ、あれどうした、え、ゾンビ、ゾンビ、ゾンビだよ、え、コックスなんとかやーのー、あ、脱いだ衣装かわいい、出て、めっちゃ出てくるね、なんだ、ハンサー出てきた気がする、今なんこの俺に任せときなって、誰も欲しくないよ。おー、めっちゃ出てくるね、かわいいよね。クリーンクローゼット族長シャスー流シャシャ、よろしくって。いやー、ちょっとなー、もうちょっとね、もうだってね、出たもんねえ、マリンちゃん、赤ちゃん、どこ、やっぱりね、コスプレしてるのからさ、なかなかでないよね。あれでももうね、難しかった。